一度でいいからお腹いっぱいご飯を食べたいと思っていました母が元気な頃軽口で親バカだなぁと言いましたら私が親バカでなければ父親のいないあなたは生きていなかった母に諭されたことを忘れることはできませんその母も 41歳で力尽きた時戦没者の妻の皆さんが母親代わりになってくださいました遺骨収集でご一緒しました時その中のお一人がご遺骨に語りかけられました子供たちをしっかり育てるというあなたとの約束はちゃんと守っていますよ